ロンパクチャンネルです。ロンです。おじさんです。今回は那須旅行の2回目、1回目の様子見てない方はぜひそちらをご覧いただいてから、つながってますハイランドパークの様子をご覧いただいて、今回は東和ピュアコテージさんに宿泊をしました。過去一の広さでしたね。家だよね。家だね。今までとは違う宿の形態でしたので、その様子をご覧ください。面白かったね。めっちゃ楽しい。ぷくぷくタイだ。結構これ好きなんだよ。ビッグカツ。梅トラ兄弟。これ知らない。食べよう。食べてたら美味しいよね。なんだろうこれ。ラムネかな。5円チョコ。今こうやって売ってるんだね。5円チョコってほんと5円だったよね。覚えてないや。5円じゃないんだっけ。10円だっけ。豚麺欲しい。これも食べたいな。これ数同じかな。こっちの方が多く見える。こっちにしよう。めっちゃ買っちゃった。ヤグドーナツ。チョコと普通のとどっちがいい？のもう安いチョコ。10円高いチョコ。グミ。これガシ選んだ。選んでない。ブロックサンダーマンじゃん。シミチョココーンのスティックだ。これ遠足の時必ず持ってってたな。けど美味しくないよね。美味しい。え？うんち買えばうんち。キャンディーか。お酒。お酒選ぶ。こんなに買うの？強制クーポン。ハクくんがいる。かわいい。ハクちゃんよりかわいいかもよ。そんなこと言ってハクちゃんと同じぐらいかわいいね。お部屋に行こう。マシュマロもできる。どうしようかな、おじさん。でもさ、飲んじゃったらさ、もう七面倒くさいよね。そうだね。ご飯の前だね、来るなら。いや、そうだよ。場所まではこの QR で。Google マップが出るのか。そうだね、Google マップだね。来た道？そうかもしれない。コテージいっぱいあったから。チェックインでマシュマロくれた。道を出る。これなんだろう。これ泊まれんのかな。泊まれるんじゃん、これ多分。これだ、これ。全部おしゃれじゃん。あ、近いよ。ドックランどこなんだろうね。ドックランあっちだよ。フロントンの方。何番だっけ。無印が隣にあるから、これだ、多分。爽快な家。爽快な家ってこと？行きました。どんなお部屋かな？爽快な家？めっちゃおしゃじゃん。ねえ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 。両方かかってる。ねえ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 。うん、ここで間違いない。はい。ロックランついてる。どれどれ。ロックラン付きだって。そこが。わっ。プライベ？プライベ。プライベ？プライベ。ここプライベート。じゃあ十分じゃん。ウッドチップだ。ちょっと遊ぼうか。爽快な家。おしゃすぎる。入ってみましょう。はい、よいしょ。インターホンもあるね。押してみるか、一応。はい。普通です。あ、暖房ついてる。あったかい。お邪魔します。うちより広いね。暖炉。これはこだわって。こだわったな。暖炉があるところに。どうやって掴んだのね、これ。着火剤でしょ、それ。マッチか。うん、なるほど。ちょっとつけよう。自分で炊いてくれと。2合ぐらいしかなくない？2合ってことですね。部屋より先にすき焼き2人前。こうなってるんだね。盛り上がってるのは大丈夫。持ってないかな。あそこあるコーヒーとかもある。いろいろあるね。はい、こっちバスルームです。お家のお風呂。大浴場あるけど。すごい。天井も高い。おしゃれ電球ある。こっちなんだね。勉強部屋。本当にお家の作りだね。モデルルームってこと？連泊する人とかいるんで、ワーケーションとかで。ね、割と新しいんだじゃん。おしゃれ本が置いてある。多分過去泊まった宿で一番広い。102平米って書いてある。え、うちの家より広いよ。広い。トイレ見た？高そうなおしゃれなやつ。トイレも普通のお家みたいな感じ。外にもテーブルと椅子。どういうことこれ？左右に行ける。おうち探訪だ。にゃー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 。3台もある。今日は僕はベッド。え、あっちにもあんじゃん。こっちもベッドか。こっちも3台ある。おい。おい。おい。
もうグループで泊まれるっていうあれなんだね。じゃあ解き放っていいですか。どこだ。シートだけだね。持ちする？ついてる。フォアがあれだね。しとこうか。もしくはもうあれ引いちゃえば。こうかじゃあ。お肉売ってたの？売ってた冷凍が。バーベキューとかができるっていうのもあるけど。トレーナーしかないのか。これだ。お米研ぐよね。なんだこのおしゃれなやつ。ちょっとドキドキするじゃん。使うの。どうやって使うのよ。すごいおしゃれじゃん。ドキドキしながら使う。ドキドキしながら使うしかないね。これはこうかな。おお。出ました。水が100個。煮おろしの間入ってたからな。よし、お座りしてドッグラン行こう。座りしてんの。そっちから出ようか、はい、ソファーに敷いてくれたの、ありがとう。あ、クモさんだ。クモさん、これ幸せの象徴、クモ。ザ・クモさん。あー、いいね。お外でもさ、くつろげる。まあ、ちょっと寒くなってきた。めっちゃいいじゃん。あーちゃん、今日はドッグランだらけだね、お前。ドッグラン三昧。別荘地なんだね。出ようとしてんの。あ、こら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 。あっちに行きたいんだ。あっちに行きたいな。お隣のワンちゃんがね、見ててくれてる。ねえ、ワンちゃん。寒い。じゃあ入ろっか。暗いよね。ねえ、あそこのさ、なんかダウンライトみたいなのつくんじゃないのかな。これじゃない？あれ違う。ホール違うな。つかないのかな？もしかして。ムーディーにしかならない。まあしょうがない。ねえな。ないよない。大浴場天然温泉に行ってきます。600円。行ってらっしゃい。おっかけないで。ハクちゃんおやつ食べようよ。ハクちゃん車で行った。ハクちゃんもう行ったよ今。どこ見てんの。おいで、おやつ食べよう。これフロントでチェックインの時にもらったやつ。ちょい揚げとウェッティとうんち袋。ちょい揚げ食べよう。ちっこちっこ。あいこちゃん、一匹に一袋ついてる。お座りしてー。はい、ハクちゃん。鉄の匂いがしたの。茶色いお湯。鉄の温泉なんだ。ハクちゃんずっと吠えてたんだけど、いないいないって。部屋付けができたから。あ、そう。部屋付けができた。若い子多いよね。ご飯炊けたよ。どうする？まだいい？食べちゃう？じゃあ食べよう。人生初暖炉です。暖炉やったことある？ない。これもない。気をつけてやって。なんかさ、キャンプの時みたいにさ、こう中心にして、で届かないじゃん、マッチ組んでからマッチをポイってやるんだな。今日も新鮮だね。あら、どこに使えばいいんだろうかな、わかんねえな。でもそのぐらいじゃない最初。そんなもんか、うん、2回に分けるから半分ずつぐらいにすればいいのか。あとくべればいいのか。うん、最初はちょっとじゃない。マッチだよ。ちょっとちょっと危ないよ。食べ物じゃないの。できる？マッチつけられんの、そのタイプ。昭和の人間は大丈夫だよ、うん、ほら危ない、ハクちゃん本当危ない。着物だから。うわ、テン君違うよ。んこう違うよ。んそれのつけ方違うよ。テン君違いないんだ。タバコ吸ったことないからさ、知らないんだよね。どれ貸してみな。こうやって挟んで、うん、ちょっとハクちゃんほら、あ、消えちゃった。やってみそう。これ外さないでやる人もいる。こうピシンって挟むの。引っこ抜くの。そう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 、こうです。へえ。おー、なんかめっちゃいい。二人はなんかあっちでリモコンだよ。リモコン、あと勝手にもやるか、うん、
これ空気穴調整できるんだ。火の強さ開けとこう。熱くなるよねちょっと。大丈夫かな。これは野生だからちゃんと危険を感じる。そっか。何ハクちゃん。あ、お餌が見えるからかこれが。あ、そういうことか。さっきおやつあげたよ、ちょい揚げ。うん、じゃあご飯を作ろう。うん、ご飯用意しよう。てれててててて。てれてて。てれてて。てれてて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 てご飯2合っていうのは何千分なの？3杯分ぐらいかな。あ、じゃあちょうどいいじゃん、俺2杯で言うじゃん。うん。仕込みだと量が多いって書いてあったんで。あ、量が多い。あ、でも結構あるね、たっぷりある。お肉豚かなこれ。あ、春菊、苦手な春菊です。その汁のさ、あれはな、どういうこと。なんだ、だし何わかんない。これは割り下でしょ、うん、段のが。あ、いい感じになってきた。高いのかな。あったかいと思うよ。そんなにまだ、うん、まだわかんないけど。暖炉のあるさ、カフェ行った時あったかかったよね、相当、うん、若干暗いな。2階のあれをつければいいのか。ここはつかないのかな。これだ、ずっと暗い生活してた。超明るいじゃん。ぐるぐるも回った。おっしゃー、はい、お野菜好きなのにでな。うん、どうした。いい匂いするから欲しいんだよね。美的センスがないな。肉が埋もれてしまってちょっと見栄えがすいませんね。いいよ、うちらが食べるんだから。視聴者の皆さん申し訳ございません。見栄えが悪いと怒る人は誰も見てません。はい、じゃあご飯です。今日の夕飯はおやつ食べ過ぎ問題あるので、少なめ、うん、半分です、いつもの。美味しいね。ご飯は食べたいもんね、やっぱりね。ハクちゃん残ってる。ハクちゃんダメよ。あ、ロンちゃんに食べられてるよ。ハクちゃん、ロンちゃんに食べられる。お薬も残ってる。どこ行ってんの。やっぱお腹いっぱいなんじゃん。ほいほい。粒残ってた。こっちも粒残ってる。ほら。はい、はい、ごちそうさん。すき焼きと分かっていたのだから、うどんを持ってくればよかった。おいしそうじゃん。いただきましょう。いただきます。いただきます。乾杯。乾杯。お疲れ。うん、何食べる。肉だろ、それは。かまぼこ、久しぶりかまぼこ。おいしい卵が。いい卵。黄身が黄色い。うぃー、栃木牛って書いてあったけど。あ、ほら、じゃあいただいてみよう。春菊がくっついちゃってる。お肉ない。部屋食でなければあっちで、うん、すき焼きは食べ放題です。そうなの、うん、このお肉を。詳しくは分かんないけど。なんで部屋食にしたの。だって連れてきなんじゃ。連れて行けない食べ放題か、お部屋で食べる定量か。うん、テラスはないもん。ロンパクちゃんのために。うん、愛あるじゃん。じゃあ肉たっぷりだよね。長い量多いのかな。うん、ローストバラがある。かまぼこ、あとなんだっけ、しゃぶしゃぶとバーベキューがあったかな。部屋食はしゃぶしゃぶか、うん、すき焼きのどっちか。バーベキューはあっち。バーベキューはこの季節やってない。あ、そっか。3月十何日からかな。うーん、バーベキューは毎年一緒で。あ、そうだ、寒いからね。うん、凍えちゃうね、さすがに。朝晩寒いだろうから。どんなお風呂だった。そんなにでも広くない。お風呂1個点と、うん、中と箇所。大人数が来ちゃうとちょっと手狭になっちゃう。グループの学生さんいたもんね。うん。ハクちゃんが伏せしてる。やっぱお部屋で食べると落ち着いていいね。うん、豚肉バリバリ食べて、うん、かなりあります。何に使うんだろうな、これ。濃くなるから、これで割るのかな。確かにちょっともう濃くなり始める、うん、濃いよね。ほら、バラ肉もすごいたっぷり。お肉一人 300g ぐらいあんのかな。もっとあるかな。結構あるよ。お酒足りなかった。3本買ったのに、うん、俺、春菊買っ
ったかな、なんか眠った感じしない。え、私食べてない。あまりにもちっちゃくなりすぎてわかんない。バラ肉も相当あるから、一生懸命食べてちょうだいね。うん、豚肉も美味しい豚肉だ。ふちゃんたちは右往左往。美味しいよね。うまい。ちょっと飯を。あれ結構さ、もうすぐ燃え尽きちゃいそう、ね、でもあったかいね。俺全然感じない。あ、そう、背後からあったかさを感じるけどな。もりもりだな。すごいあるよね、お肉ね。豚の量が半端ない、うん、確かに多いな。なんかいっぱいになる。全然食べ放題じゃなくていいね。お野菜もうちょっとあってもいい、うん、逆にお肉じゃなくて、うん、っていうぐらいお肉たっぷりで。カゴの世間、ご飯もさ、結局炊きたてだからさ、うん、美味しいよ。美味しいね。卵4つあったけど、足りないぐらいね、お肉の量が多くて苦戦してる。ちょっとお肉だけ焼いてワンちゃんたちにあげてもいいってことかな。そのぐらいの量だよね。肉しかない。火を絶やさぬよ。カルシファーだっけ。先にマシュマロやっちゃうね。暖炉ちょっと怖い。ロンタパチパチ言うからちょっとね、音に敏感なんだよね、ロンタは。なんだろうって思って警戒してると思う。うわ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 って言ってきた。なんかっぱいだな。まだこんなにあるよ。老夫婦2人とかですからちょっとしんどい、うん、逆に食べ放題で少なめに食べた方がいいかもね、うんうん、お腹がいっぱい。お腹いっぱいなんだ。さすがのティン君もお腹いっぱい、うんうん。こら、もうね、あと一切れ、うん、全部いただきました。ギリギリだね。結構俺夜ご飯食べる方だけど、確かに量は多い。豚肉が多い、うん、でも美味しいからね。お肉減らして野菜増やしてもらっても全然いい。全然ご飯はちょっとやっぱまだ余ってる。全部やっぱ食べきれなかった。この後は暖炉でマシュマロタイムです。食べれんの。ごちそうさまでした。マシュマロを焼きたいのですが、いただいたのがこのマシュマロと竹串。あ、帽子。餌と間違えているハクちゃんは何もあげません。ハクちゃん危ない、これ開けるからね。獣は火が怖いんじゃないの。ワンちゃん危ないよ。ワンちゃん危ない。いただきます。あちちちちちあちちち、熱っ。開けるとさ、やっぱす、うん、熱いね。この熱いね、うん、この扉がないから。そうだね。あち、子供はいいね、これは。どの程度やるのが正解。ちょっと焦げるぐらい。意外に焦げない。砂糖の塊だから。ああ。一旦閉めてよ。ちょっと焦げるどころか、もう火事です。丸焦げ。一個で十分な味だよね。あ、ま、なんかもう砂糖食って。そうだよ、マシュマロってそういうもんだもん。焼くとなんかこのムニムニ感が全くなくなってるんです。これこのまま食べてみます。うん、これね、ほら、ムニュムニュっていうの。火通るとムニュムニュがないんだけど、口の中でさーって溶けちゃう。美味しくなる？まずくなる？まずくなる。個人の好みだから。これがいいんじゃない？ほら。あ、そう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 、そんな感じ。ちょっと黒焦げすぎたんだ。いい塩梅でやったら美味しくなる。いい塩梅でちょっとやってみよう。トロトロ。あ、それそれそれ。いや、焼かない方がいいな。このまま食べましょう。僕はこのままの方がいいと感じました。焼きマシュマロコーナーでした。冬場はいいね。お家につけるの大変だからね。大変だよ。外が寒いとこの暖かさがまたね、うん、今日はね、ゴールデンウィーク並みって言ってたから、気温がこれからちょっとね、やりづらくなる。あ、そうだね、もうこの時期で最後かもね。必要なくなっちゃうからね、うん、ここに布団敷いて寝たいぐらいだよね。え、私そうするよ。ここでもいいよ、広々してるから。寝返り打って、わちちち。
全部食べてくれるの？近寄りだな。じゃあこの開け方しない方が良かったのに。この間見つけたの、旅先でこういう袋をさ開けた時に輪ゴムなしで持って帰る方法。でもそれハサミがないとダメなの。輪ゴムのある率とハサミのある率そんな変わんないでしょうよ。まあじゃあもう私天才、天才現れた。割り箸とかおしぼりが入ってた袋、これに入れて口を縛って持って帰ろう。普通じゃんよお願いだから豆腐の角に頭ぶつけて死んでーだったよね。ホテルには珍しく自動給湯。あやったー、この火を見るのがいいんでしょ。あ、それは過去動画でサンレイクさん太鼓旅をご覧ください。あったかいね。じゃあ寒がりだからいいんじゃない。なんかロンタ耳についてるよ。ほらエアコンとは違う暖かさ。ねえ、そうだね。どうした、足を広げてんの。炎だけを5分間流しとく。フィンランドだっけ、そういうチャンネルがあるんだよね。ゴールデンボンバーもやってて、うん、12時間だっけ。いいよね。絶対同じ瞬間ないからね。ちょっと待って、お座りして、お座りして。なんか欲しくってアクちゃん抱っこしようか。好きなとこいいよ、ね。今お風呂入ったけど、これ天井シャワーがついてた。初めてだったから呼吸の仕方が難しかったけど、これすごいね。シャンプーとボディーソープ DHC でした。お湯もなんかたっぷり張られるようにしてあって、いいお湯でした。夜食の子、早く、まだ9時前なの。いろいろ買ってきましたね。これが遊園地で買ったやつね。うん、宮城屋さんデザートまだ食べてない。こっちはホテルの駄菓子コーナーで買ったのと、ナスって書かれてたから追加したお酒。何たくたくにね、690円ぐらいするの。あら、いいお酒。ナスや塩。これもして。乾杯。あ、いい匂い。すっきり。ちゃんと慎重に考えて開けないとダメだよ。そう、これ開けたらもう全部買わなきゃいけなくなるからね。それで言ったらこれよね。これはもう一つから食べられるから。ラムに食べる。あ、確かに。グレープフルーツとパインだね。うん、うまい。あれ、パイナップルうまい。うん、グレープフルーツしか。パイン先に食べたからだよ。うん、パイン後でしてください。こんなの甘いもん食いたくなっちゃう。これはこのさ、丸いやつあるじゃん。私あれ大好きなんだよね。ポテトフライだっけ。なかった。なかった。味がさ、何種類か、3種類ぐらいあるから。全然人の話聞いてないねえねえ、これ初めて見たの。玉ねぎさん太郎グランドドーナツ5個来て、俺も開けらんないな。これこれ、じゃあパーティー開けするね。いい。わあ、それちょっと一口ちょうだい。チョコバットみたいなやつ、こんなにさ、駄菓子買い込んでさ、子供もいないのにさ、変な客かな。これはホテル価格になってたんだ。駄菓子を買わないから。でも確かに豚麺さ、100均で2個100円とかだよね。だからちょっと高いかもしれない。2個や100円ぐらい。駄菓子も値段上がってるからね。旅行支援だと思ってさ、爆買いしちゃった。おいしい玉ねぎ。あれが欲しかった、わさびのり太郎みたいなのとか。なかった。うん、あのシリーズ好き。うん、いい子だ。うちこちてる。これ食べたことない。須田子さん太郎みたいな。うん、疲れたよね。疲れた。うん、お昼寝してないもん。ああ、そっか。全部食べなくて。うまいしね。和紙と日本酒合いますよ、これ。ほんと？うん、黒糖好きだよね。うん、ポンデ黒糖が好き。ポンデリンが好きじゃないけど。ティラミスとコーヒーみたいな感じ。マジで？うん、これで流し込む。うんうん、
黒糖の焼酎とかあるよね。あ、これ合う。発見、うん、久しぶりに食べたふ菓子。思った以上に良かったな。アイランドパーク、うん、この宿どう思ってた。口コミがね、やっぱ微妙だったんだよ。でもさ、口コミ書く人ってさ、なんか文句言いたくて書く人も多いからさ、コテージがフロントから遠いとか。だせえな。アクちゃんダメだよ、チョコなんだから。シンプルうまいね、これ。シンプルうまい。あー、ふ菓子美味しいな。ストックしててもいいかもしれない試験ね、パッケージのちょうどいい塩梅のやつね。この設備はほんとかっこいいっちゅう。お部屋もう見すぎじゃない。ワンズランドがまあ似てるっちゃ似てるけど、うん、でもあそこマンションタイプだから、うん、やっぱ戸建てタイプすごいね。この抜け感とかさ、設備もめっちゃいい。あくちゃんたちは2200円で払ってます。他との差別化がすごいよね。暖炉もそうだし、薪ストーブね。種類が多いんだよね、こういうのも。無印のコラボとか、お部屋ね、温泉付きもあったりとか。温泉付き泊まりたかったんだよね、本当はね。いろいろあんだよね。温泉付きのお部屋は楽天になかったんだよね。暖炉も楽しんでるよね。うん、次はじゃあこっちにしようとかね。ナスはさ、遊ぶところいっぱいあるから、ワンちゃんとアイランドパーク行ってドッグランだけ使うとかでもいいし、そう、入園はできるから。アクちゃんたちはこの1階で持参した寝袋で寝ます。いつも通り僕はベッドで寝ます。犬もね、一緒に寝れる宿が増えてくれると嬉しいよね。難しいんじゃない。うちはちょっと一緒に寝る方向でしつけちゃったから、ね、寝袋で寝てください。せっかくこんな立派なところに来てるけど、寝るのは寝袋でも別にいいベッドで寝たくて来てるわけじゃないからさ。まあ俺はいいベッドで寝たくて来てるけどね。うぜ今日はあとは寝て、また明日朝散歩できればね、散歩して那須旅行1日目終了です。おやすみなさい。おやすみなさい。お化けみたいおやすみ。マクちゃんだよ。なんだ、来てよ。やばい。よいしょ。若干涼しいかな。茶色い。おはようございます。暖炉も終わり、今のところ決まってる予定を変更なるかもしれません。ちょうどいい地図がありましたので、ここですね。まずこの牧場、南ヶ丘牧場に向かいます。ステンドグラス美術館、フィンランドの、ここにハンモックカフェがあって、ここに行きます。道の駅、那須与一の里かな、唐辛子がうんぬんかで、ロマンチック村、その後宇都宮に行って、餃子を食べに来ます。今のところここまで決まっております。これはホテルでいただいた那須ワンちゃんとお出かけマップ。この飲食店が入ってんのってさ、ワンちゃんが行けるっていうところだよね。行けるね、テラスかどっちか。あ、公園も入ってる、めっちゃいい。朝食の時間ですので、朝食に向かいたいと思います。はい。近かった、近かった、近かった。歩っても行けるけど、車で行きます。どこから行くんだ。思ったよりは寒くない。いいね。なんだここ、キャンプファイヤーめっちゃいい。昨日歩ったとこめっちゃいいじゃん。手袋とマスクだって取るとき、めっちゃいい。
ってきた朝ごはん。いただきます。おいしい。よかった。大好きなタンパク質だった。おかゆはいろんな薬味があったので全部のせ食べるラリーは。お日様出て暖かくなってきたね。じゃあいただきましょう。いただきます。全部おいしい。風邪がないからいい。ポカポカになってきた。ちょっと寒いかと思ったけどそんなことないね。うん、でもまっいい子ちゃんワンちゃんだよ。悪い子ちゃんワンちゃん。タルタルソースのつもり。タルタルソースかけてないのか。私はここぞとかけましたよ。マヨネーズは我が家の好きをまたげないから。めっちゃ好きだね山が。よく富士山の方は行くけどさ、こういうところもすごいね。うん、栗学校のたくあん。たくあんの燻製なのかな。たかくに丼ができるのか。なんかほら、重たいが来た。はくちゃん逮捕だ。こんなところに、どうしちゃったん。いやしんぼしたから、いやしんぼ現行犯、懲役3分な。懲役だから、ちゃんと仕事しないとダメだから。あ、そうなの。はくちゃんの肉球でこう、スタンプをこう。懲役刑って仕事するの。金庫じゃないの。金庫は閉じ込められるだけ。懲役3分だって。法学部知識？一般知識。でも健康系の人も懲役を希望するんだって。結局働かなくていいから楽じゃんと思うけど。しんどすぎるでしょ。だから読書とかできるんだ。何もできない。金庫って何もできない。何もできない。え、じゃあもう絶対嫌じゃん。もうくつろいでどうする。読書なんかして。バカ。映画館状態。いや、なんか刑務所にいる人は読書するイメージあるからさ。休憩中とかそういうのはいいかな。なんで知ってんの。悪いやつは大体友達的な、ドラゴン足的なことなの。一日とかで気が狂うだろうな。あの日ね、アセロラソーダがあったの。いいよね、アセロラソーダ。キャンプファイヤーみたいなさ、火やるのかな、この穴。和食の部下。これも焼いてたね。うん、焼いてた。具沢山の美味しいお味噌汁おかわり。これ美味しい。おじさんはコーヒー。ヘリが来た。通り過ぎるだけかと思う。ね、なんかざわざわしてない？パトカーのサイレンってさ、救急車のピーポ聞こえたじゃん。ドクターヘリ？コードブルーってこと？なんだろう。矢島根性が出ちゃう。広いところがあればヘリは着陸するもんね。はい、ごちそうさまでした。美味しかったね。どうでした。どうでしたも何もないか。この後ドッグランに行きましょう。ほら、ワンちゃんがいると思っちゃうね、これね。そういうのは犬という認識をしないのね。そうだよ。だってかしこも、私ちょっとびっくりしちゃったけど、ね、あそこにドームコテージがある。グランピング、ビニール傘みたいなやつ。どうなってんだろう。あ、カーテンがこうやって閉まるんだ。面白い。透明でさ、落ち着かねえなと思ったけどさ、カーテンが閉まる。そりゃそうだよ。みんな思ってると思うよ。みんな思ってると思います。あ、バーベキューができるところかな。これ夜ご飯。お部屋にドッグランがあり、ハイランドパークにドッグランがあり、ホテルにもドッグラン、ね。あ、ここバーベキュー場だ。アートがある。あ、ここに落ちてある。広いな、敷地が。別荘地と入り組んでるよね。何々様っていう土地もあったもんね。階段か。マップでは階段っぽかった。広そう。スケールが違うな。ヘリが止まってる。ヘリが。ヘリ飛んでる。止まってる。止まってる。あ、本当だ。ヘリ止まってる。誰か怪我しちゃったのかな。校庭みたいな。すごい広い。広すぎて見切れんな、これ。調子はいいけど。ロンタどこ行ってんの。うわ、ロンタ、ロンタ。あ、これ今までで一番広いんじゃない。いや、楽しいね。うんちしてる。うわ、これはいいね。どっか飛び出そうだな。ロンちゃんが珍しくすげー走るな。ハクちゃん。しっこ、しっこ、しっこ。はい。ロン。うぃー。楽しいね。ロンタ出ようとしないで。ハクちゃん抱っこ。はい。
こんにちは。あらららら。もう帰りたいの。10時チェックアウトだからさ。ちょっと名残惜しいけど行こうか。行こうか。楽しかったね。忘れ物チェック。洗い物もしたし。じゃあチェックアウトです。どうもありがとうございました。ありがとうございました。居心地良すぎてチェックアウトまであと10分しかありません。ね、のんびりしちゃった。お世話になりました。はい、今回の明細書でございます。デフォルトが 18,700 円が2人と、ペット1頭 2,200 円、2匹。自分が温泉に行ってきたので、これ別なんで、割引なんだよね。支払い合計が、うーじゃない。42,400 円。旅行支援の方で 6,000 円。あと楽天のスーパーセールで 4,000 円。あとは0と5のつく日。5%。ここから11,500円ぐらい安くなるので、31,000 円ぐらい。さらにクーポンが。まあ4,000円と。元がもう。そんなに高くないんだよね。あのお部屋とあのお食事ついて、うん。なんで旅行支援今月で終わりますけど。なくても別に楽しめると。うん。連泊もしやすいんじゃない？そうね。もう一泊行っても。この後は牧場に向かいますよ。もう寝てんじゃん。行ってみよう。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。今回のお宿東和ピアコテージさんの東海内でホームページ見てもらうといろいろあるんですね。無印良品のお家もあるし、でお部屋も広くてね、やっぱ暖炉だよね。暖炉、薪ストーブ。火つけらんなかったらどうしてたの。フロントだよ。全部失敗しました。全部失敗してなくなっちゃいました。着火任せてください。他のお部屋も温泉付きだったりとか、値段もねリーズナブル。入園も無料だしね、アイランドパークもね。そうだね、2日間無料なんだよね。次はどこのお部屋にしようかなみたいなのが、ね、悪かったってある。ご飯を自分で炊くとかちゃんと分かってないと戸惑うかもしれない。セルフスタイルの部屋食だから ね、口コミでありましたよ、ね、火事から解放されたくて旅行してるのに自分でご飯を炊くなんて思ってもいませんでしたってちゃんと読まないとダメですね。うん、そう気楽でいいけどね。逆にフロントまで距離あるんで、それが気になる人は気になるんじゃないですか。朝食会場もフロントのすぐ近くだし、なので泊まる場所によってはもっと遠かったりとか、場所はなかなか予約の段階じゃ分かんないんで。というわけで今回は東和ピアコテージさんの様子でした。次回は帰りがけ、いろんな場所出ますので楽しみにしてください。今回の動画が良かったと思う方はぜひグッドボタンとチャンネル登録、まだしてない方はぜひチャンネル登録お願いいたします。バイバーイ。